なんか不思議な鏡。それはお前の見たい場所を映す鏡だ。使い方次第でいくらでも楽しめるぞ。いや、お、すげえ。カノーさん、どうしました？なんでもないです。何、誰かに触られてるような、誰かのいたずら。すっげえぜ俺。綾野、俺に任せろ。 A few moments later